ありがとうございました。向かう容疑者は俺の中の心のようにすすり泣いてた。そんな時お前がよこしたただよりただ寂しい。どこまで行けば道足りて、どこまで生きれば悔やまぬか。会社のために働いて、子供のために働いて、人の機嫌を取りながら寂しい男になりました。そろそろ帰ろうかな、ふるさとへ、そろそろ帰ろうかな、あの島へ、白い砂浜、青い海、あの子どうしているだろう。そろそろ帰ろうかな、ふるさとへ、そろそろ帰ろう。生きの島。